はい、こんにちは、ゆうきです。ちょっと前になるんですけど、今のロックメイトのセットですね、登りに行ってきたので、その時登った課題を紹介したいと思います。1級ですね、この緑のブロックスの1級です。最初のランジが確信になります。結構出先が、すごいこう持ちやすいホールドだったので、多少バランスが崩れても止まるぐらいの感じかなと思います。今回はそうですね、初段結構保持系が多い印象を受けました。僕自身もあんまり本数登れてないんですけど、また動画の最後の方には、今回日比野くんも一緒に登ってるので、彼が難しい課題をたくさん登ってくれたので、それを見てもらえたらなと思います。でこれも1級です。1級は、結構動きが面白くて、でもどれもいつも通りのグレード感かなって感じですね。1級はなんとか、登ったやつはだいたい1駅で登れてます。はい。で、これも1級ですね。これ、すごい面白い課題でした。もうこの反転、ちょっとひっくり返るような感じで、ここの一手が、結構バランシーで緊張感ありましたね。最初のランジは、見た目よりはかかりも良くて、すぐ振られも抑えられるので、思い切って立ち上がっていけば抑え込めるランジかなと思います。はい。でこっからが初段になります。これはフラットホールドの初段なんですけど、見た目よりしんどかったですね。全然一撃とかではなかったんですけど、結構、オブザベの時点ではホールドポジティブだし登りやすそうだなと思ったんですけど、この辺のずっとこうホールドを抑えていく感じも見た目よりずっとしんどいですね。で逆に上部はこのホールドとか思ったより、足がいいんで、抑えれて、上は逆に見た目に反して登りやすかったです。はい。で次は、これ緑の初段ですね。これ結構アテンプトしましたね。かなり粘って、なんとか登れたって感じですかね。右手のホールドが、インカットとかしてなくて、ストレート、保持面がストレートのホールドで、出先はすごいインカットしてるんですけど、かかっても、右手が抜けちゃうというか、この足も絶妙に蹴り出しにくくて、すごい苦戦しました。ちょっと本数少ないんですけど、自分が登ってる動画はここまでになります。ここから先はね、日比野くんがたくさん登ってくれたので、そちらをぜひ参考にしてください。なんかあれ全然ちゃうやん。うまっ。ああ。すげえ。ごっ。おお、大丈夫。練習して。早っ、さすが。大丈夫。ああ、外した。外した。おー、かっこいい。